来週帰ってやる。寿司用意しとけ。3年前に消えたと思っていた夫からある日突然電話がかかってきた。突然の電話に驚く私に構わず、夫は来週帰るから寿司を用意しておけと告げる。そして私の返答も待たずに電話を切ってしまった。私は驚きながらも呆れのため息をつく。この人は前からこういう人だった。交際当時は気が利いて優しい人だと思っていたのに、結婚してから徐々に私の扱いが雑になったのだ。その挙句、彼は浮気相手と出て行き、3年間ずっと連絡もせず好き勝手に生きていた。私は彼のことが好きで結婚した。好きで好きでたまらなかったから何をされても耐え続けていたのだ。だけどこんなひどいことをされてまだ好きでいられるほど私は恋に盲目ではない。そして私は3年ぶりに帰ってきた夫を出迎えると、自分勝手な彼に仕返しを始めた。私の名前は池田沙耶香、38歳の既婚者で、普段は地元企業で働いている。夫である稔とは33歳の時に結婚した。稔との出会いは知り合いが開催したバーベキュー会だ。このバーベキューは当初同じ大学の知り合い同士で開催していたらしいが、参加者たちが別の学校の知り合いを呼び、どんどん参加者が増えていったらしい。そして今は大学などは関係ない大人数の集まりになった。この集まりがきっかけで交際する人は結構多く、中には結婚に至ったカップルもいるらしい。私もこのバーベキューに参加していた人から誘われ、ちょうど彼氏と別れたばかりだったので新しい出会いを求めて参加。そこで稔と出会った。大丈夫ですか？はい、これ水です。ゆっくり飲んでくださいね。久々に大人数で集まる楽しい雰囲気に飲まれた私はついつい飲みすぎてしまい、会場の隅の方に座り込む。彼氏と別れてからずっと落ち込んで過ごしていたので、今日はつい羽目を外してしまった。座り込んでいた私に稔がペットボトルの水を持ってきて優しく介抱してくれたのだ。ありがとうございます。すみません。見ず知らずの酔っ払いの女の介抱なんて。そんな気にしないでください。飲みすぎちゃうのもわかりますよ。だってとっても楽しい雰囲気ですし。そう言って優しい笑顔を見せた稔に私はすぐに惚れてしまった。改めてお礼がしたいからと連絡先を交換して一気に距離を詰めていく。そして私から告白する形で稔と交際を始めたのだ。稔は彼氏としては最高の人だった。周りからもこんな優しい人と付き合えるなんて羨ましいねと言われる。稔は自慢の彼氏で、時間が経てば経つほどどんどん好きになっていった。そして私の逆プロポーズで稔と結婚する。沙耶香って本当俺のことが好きだよね。ええ、そうよ。私稔みたいな人と結婚できて本当に幸せなの。稔はちょっと呆れたような笑顔でいい。私はそれに全力でうなずいて返す。稔も私のことを好きで結婚してくれたと思うが、気持ちの度合いは私の方が大きかった。好きな人と結婚できた当初はとても幸せだったけれど、時間が経つにつれ徐々に結婚生活に陰りが見えてくる。結婚後、私たちはお互いの会社から近くにあるマンションで暮らし始めた。最初のうちは穏やかな生活が遅れていたと思う。笑顔が絶えない毎日で、稔と結婚して本当に良かったと感じていた。子供は女の子と男の子一人ずつ欲しいわね。いやいや、もっと多くてもいいだろ。俺とさやかの子供なら最高に可愛いだろうし、いくらいたって困らないだろう。そんな会話を笑顔で交わせたのも最初のうちだけだった。私も稔もすぐにでも子供が欲しかったのだけど、1年2年経っても子供ができず、3年目に突入してしまったらだ。仮に子供ができなくても、私は稔と一緒に暮らせればそれだけで幸せだと思っていた。だけど義母の和代さんの一言がきっかけとなり、私の幸せな生活が崩れていく。いつまでたっても妊娠しないのはさやかさんに原因があるんじゃない？我が家に遊びに来ていた義母がふとこんなことを言ったのだ。本人もついうっかり本音がこぼれてしまったようで、言った後に「しまった」という顔をしていた。しかし稔がこれを真に受けてしまう。ねえ、産婦人科で検査してもらったらどう？そうだね、そうしようかしら。稔に言われて産婦人科で検査してもらったが、結果は異常なし。妊娠しようと思えばいつでもできると言われ、ほっと胸をなで下ろす。しかしこれに対して稔は納得いかないと言いたげな様子だった。思えば最初から私だけに原因があると思い込んでいた時点でちょっとおかしかったのだ。不妊の原因は男性にもあるのに、稔は自分に原因があるとは全く思っていない。検査結果があるにもかかわらず、私のせいだと思い続けた。そしてこの思い込みはどんどん悪化していき、やがて私と稔の関係に亀裂が入る。実は子供が好きだから結婚したら子供が欲しかったのに、正直さやかと結婚したのは間違いだったかもな。ある日酔っ払って帰ってきた稔がお酒の勢いとばかりにこんなことを言ってきた。酔って赤くなった顔でヘラヘラと笑いながらひどいことを言う稔に、私の体はこわばる。だけどその場では何も言い返せなくて、酔っ払いのたわごとだから忘れようと思うしかできなかった。しかしこの後も嫌なことは続いていく。この日も義母が我が家にやってきていて、私に向かってこう尋ねた。そういえば産婦人科の結果はどうだったの？病院に行くとか言ってたわよね。それがどこも異常がなくて、すぐにでも妊娠できる健康体だと言われました。すると義母は眉を寄せ、私をにらみつけながら口を開く。じゃあ何？私の息子に問題があると言いたいの？いえ、別にそういうわけでは。突然飛び出してきたトゲのある言葉に驚きつつも、私は慌てて否定した。しかしそんな私の態度も気に食わないようで、義母はため息をつきながらこんなことを言う。あなたが外に働きに出て嫁としての責務を果たさないのがいけないんじゃないの？私の時代は女は家にいて家庭を守っていたわ。男女平等だか知らないけど、女が働いたところで大した稼ぎにならないんだし、あなた仕事辞めて家にいるようにしたらどう？私はそうしてたわよ。これに対し私は何も言い返すことができなかった。義母の言葉に聞き入っていたからではない。この令和の時代に、あまりにも時代遅れな義母の意見の押し付けに驚きすぎて何も言えなかったのだ。義母は昭和の妻、母としてはお手本のような人なのだろう。稔は実家で出来合いのものが食卓に出たことはなかったと言っていた。しかしそれは亡くなった義父が優秀なサラリーマンで、義母が働きに出なくても十分食べていける家庭だったからだ。稔はお世辞にも給料がいいとは言えない。というかそもそも今の不況のこのご時世で、共働きしないでいい家庭の方が少数派だろう。だけど義母はそんなことも理解せず、自分が正しいと思っている価値観を押し付けてくる。まったく最近の若い子は一体何を考えているのかしら。常識がないわよね。あなたのせいで私は待望の初孫と会えてないっていうのに。常識がないのはお母さんの方では？私の体はちゃんと調べて異常がないと言いましたよね。それと稔さんは稼ぎが少ないので私も働かないとやっていけないんですよ。などとはとても言えず、私は黙って義母の話を聞くしかなかった。これ以降義母は私に対して悪意のある態度で接するようになる。自分が忠告してやってるのにいつまでも言うことを聞かない自分勝手な嫁とでも思っているのだろう。そして義母のこの態度は息子である稔にも伝染し、私に対する扱いがどんどんひどくなっていった。お前は本当に嫁として失格だな。稔から呆れたようにそう言われても、私は苦笑いで返す。何を言われたとしても、私は稔のことが好きだったからだ。いつか私に子供ができたら、きっと稔は昔のように優しくて気が利く人になる。そうなれば私は幸せになれると本気で思い込んでいたのだ。あの時までは。その日も私は一人の食卓でため息をつきながら夕飯を食べていた。はあ、一人でご飯食べるとなんでこんなに味気ないのかしら。最近稔は帰りがやたらと遅い。そのため私は週の大半を一人で過ごしていた。最近の稔は私に対する態度が悪化して、一緒に食卓を囲んでいてもろくに会話することもしない。だけどたまに言葉を交わして笑い合うこともあるので、その瞬間だけは幸せを感じられた。それにしても会社は繁忙期じゃないはずなのに、なんでこんなに残業ばかり続くのかしら。稔が遅くなる日は決まって残業が入るのだ。私の方が先に仕事を終えて帰宅すると、突然残業が入ったというメッセージが毎日のように送られてくる。最近はそのメッセージすら送られてこない時もあった。心配になって何度も連絡するけれど、返事は絶対に返ってこない。それどころか翌日になって顔を合わせると、仕事に集中できないから連絡をよこすなと怒られる始末だった。そんなに忙しいのかしら。こんなことを言うのもなんだけど、稔はそこまで仕事ができる方ではなく、勤務先ではずっとただの平社員だ。重要な仕事を任されるほどの役職ではないし、これまで残業なんて数える程度しかなかった。もしかしてようやく重要な仕事を任されるまでになったのかしら、なんてのんきに前向きなことを考える。そんな私に突然現実が突きつけられたのはそれから2ヶ月後のことだった。え？今日も京都で帰宅しても家には誰も待っていない。ため息をつきながらリビングの明かりをつけた私の目に飛び込んできたのは、稔が書き置きしていた一通の手紙だった。何よこれ。浮気相手と駆け落ちするですって。そこに書かれていたのは、稔には随分と前から浮気相手がいて、その相手に子供ができたから責任を持って彼女と暮らすというとんでもない内容だ。そして手紙と一緒に記入済みの離婚届も置いてある。私と顔を合わせず手紙を残していったのは、私から不貞を責められるのが嫌だったからだろう。浮気の慰謝料請求を避ける狙いもあったかもしれない。だけど本人から直接真相を聞くことはできなかった。電話が通じない。着信拒否にされているのか、通話ボタンを押してもすぐに切れてしまうのだ。これからどうしよう。突然訪れた平和な日常の終わりに、私は思わず頭を抱えた。そしてこの出来事から3年後、私は稔と住んでいたマンションに住み続けて生活を送っていた。勤務先も変わらず、住んでいる場所も変わっておらず、変化があったとしたら私の名字だけだ。あんなことがあったけれど、私は平和な毎日を送っていた。そんな私のもとに波乱を呼ぶ知らせが舞い込んでくる。稔？スマホに表示された名前を見て、私は思わず驚きの声を上げた。なんと3年間音信不通だった稔から突然電話がかかってきたのだ。ドキドキしながら電話に出ると、稔は3年前と変わらない様子で私にこんなことを言ってきた。よーさやか、久しぶりだな。元気だったか？私は元気だけど、稔、今までどこにいたの？一体あなたに何があったの？しかし、私の追及に稔は何も答えず、笑い混じりの声でこう返す。来週帰ってやる。寿司用意しとけ。は？ろくに事情も説明せず、意味不明なことを言う稔に、思わずトゲのある声が出たが、彼は私の声を聞くより先に電話を切っていた。私は通話の切れたスマホを眺め、盛大なため息をつく。まだいろいろと混乱してるけど、とりあえずいろいろと準備しないとね。そうつぶやくと、私は自分の方を叩いて気合を入れた。そして稔が帰宅する日、インターホンが鳴ると、私はすぐに玄関を開けて、3年ぶりに稔と相対した。稔、まずはお帰りなさい。いろいろと聞きたいことがあるんだけど。3年越しに再会した稔は、どことなく憔悴している様子だ。私と暮らしていた時より痩せていて、疲れ切った顔で口を開いた。わかったわかった。まずは家に上がらせてくれよ。こっちは長旅で疲れてるんだ。話をするのは寿司を食べて風呂に入って一休みした後だ。稔の手には大きなスーツケースが握られている。汚れも落とさないまま家に上がろうとしたので、私は慌ててそれを止めた。ちょっと、スーツケースは玄関に置いたままにしておいてよ。はあ？ここは俺の家だぞ。どうしようが俺の勝手だろ。お前に指図される覚えはないぞ。3年間も不在だったのに、今さら家の主なんて言えるの？突然飛び出した私の厳しい言葉に、稔はちょっと驚いた顔になる。今まで私は稔に対してこんな強い言葉を言ったことがなかった。初めて聞いた私のトゲのある声に、稔は勢いをそがれてしまったようだ。ちっ、上がったよ。3年ぶりだっていうのに、冷たいやつだな。素直にスーツケースを玄関に置いたままにしたが、リビングに入った途端に機嫌の悪い声を上げた。おい、寿司はどこだ？腹減ってるんだけど。いいから座って。寿司を用意しておけという言葉は冗談ではなく本気だったのかと呆れてしまう。なんで急に姿を現して寿司を用意してもらえると思っていたのだろう。もしかして私が稔の帰りを待ちわびていて、お祝いしてくれるとでも思っていたのだろうか。しかし今は呆れるより稔から話を聞くことが先だ。聞きたいことは山のようにあるんだけど、まずは浮気相手のことね。あなたが3年前に駆け落ちした浮気相手とやらはどこ？すると稔はブスッとした顔で拗ねたような声を上げる。あいつとは別れた。気が利かない女だったからな。俺にもっと稼いでこいとか、家事をしろとか、上から目線で命令してきやがって。あいつとあいつにそっくりな子供にはほとほと愛想が尽きた。だからここに戻ってきてやったんだよ。俺に捨てられて寂しい思いをしてただろ。もう一度やり直してやってもいいぞ。上から目線なのはどっちだと思わず怒鳴りそうになった。同時に稔はこんな自分勝手な人だったのかと考える。私が惹かれた稔という人は気が利いて優しい素敵な男性だった。そんな稔に惹かれて私は彼と結婚したのだ。しかしよくよく考えると、私と結婚した後の稔は私の扱いが雑になっていた。気が利いて優しいのは最初だけで、自分のものになった瞬間から雑に扱う。これが稔の本性だろ。見抜けなかった私も私だが、浮気しておいて謝罪の言葉の一つもないなんて、稔には常識というものがないらしい。そういう相手なら容赦しなくてもいいかと、私はゆっくり口を開いた。あなたとやり直すですって？そんなの絶対にお断りよ。え？まさか私からそんな言葉が返ってくるとは思っていなかったようで、稔が間抜けな声を上げる。そしてヘラヘラと笑顔を浮かべつつも、若干慌てた様子でこんなことを言ってきた。ちょっと待てよ。お前もう38歳なのにバツイチで一人ぼっちなんだろ。子供も旦那もいない寂しい生活なんて、周りから哀れみの目で見られて惨めな思いをするだけだ。そんなお前とやり直してやるって言ってんだぞ。なんでそれを断るんだ？私が一人ぼっちってなんでそう決めつけるのかしら。私とっくの昔に再婚してるんだけど。なんだって？稔が大きな音を立てて椅子から立ち上がる。その音と同時にリビングの扉が開いて、私の再婚相手である宗太郎が出てきた。よう、君がさやかの元旦那か。できれば会いたくなかったよ。よくも僕の大切な妻にひどいことをしてくれたね。宗太郎が怒りをにじませながら私の隣に立つ。彼は普通の会社員なのだが、筋トレが趣味でかなり体が大きい。そんな相手に睨まれた稔はおとなしく椅子に座ることしかできなかった。さやか、こいつと再婚したって本当か？お前あの離婚届を提出したのか？何言ってるの、当たり前じゃない。あなたから受け取った後、すぐに私の欄に記入して提出したわよ。私は稔が浮気して相手と駆け落ちしたと知った瞬間、彼に対する愛情をきれいさっぱり消し去った。あんなに稔のことが好きで、何をされても文句を言わなかったのに、裏切られたと理解した瞬間に愛情が消え失せるなんて。多分私は稔に対して自分でも気づかないうちに不満を募らせていたのだろう。それがあの置き手紙で爆発したのだ。だけどバカな私は浮気されていたことなんて全然気づかなかったから、浮気相手の素性は一切知らない。こりゃ慰謝料請求は無理そうね。稔にこれ以上無駄な時間は割きたくないし、慰謝料請求しなくてもお金には困ってないわ。さっさと離婚して稔のことは忘れて、新しい相手を見つけようっと。自分でも驚くくらいさっぱりと決断した私は、離婚届を出した後にすぐに婚活を開始。バツイチなので婚活のハードルは高かったけれど、不幸中の幸いで宗太郎と出会うことができた。宗太郎も奥さんに浮気されて離婚した過去を持っている人だ。彼の場合は子供ができないのを宗太郎のせいにされ、半ば無理やり離婚を突きつけられたとのこと。奥さんの家が一人娘を大層可愛がっていたようで、あちらの家族全員から責められたそうだ。宗太郎はそれに耐えきれず、奥さんの浮気を知っていたけれど慰謝料請求できずに離婚。世の中には信じられないことを平気でする人が多いのだなと、彼の話を聞いて心底呆れてしまった。同じような境遇だし話も合うと思うんだ。まずはお試しってことで僕と付き合ってくれないかな。2度目のデートで告白された私はすぐにうなずいて返す。宗太郎とは境遇が似ているということもあったけれど、不思議と一緒にいて落ち着くのだ。第一印象からなんとなくいいなと思っていて、宗太郎も同じことを思ってくれていたらしい。トントン拍子に関係が進み、仮交際から本格的な交際に発展するのはすぐのことだった。そして私たちは交際開始して半年後には結婚。稔のことなんてきれいさっぱり忘れて、2人で楽しい毎日を送っていた。そんなところに稔から突然帰るという連絡が来て、私はすぐに宗太郎に相談する。こういう相手は徹底的に拒否して現実を突きつけないと、後がしつこいよ。何かあったら僕が守るから、今までの鬱憤を思い切りぶつけてきな。宗太郎が笑顔でそう言ってくれたので、私は素直に稔を自宅に招き入れることにしたのだ。俺がいない間に勝手に再婚して、しかもその相手を俺の家に連れ込んでいただと？ふざけるな！ここは俺の家だぞ！不法侵入だ！今すぐ出ていけ！稔はどうにかして宗太郎を追い出すべく、不法侵入なんて言葉を使って脅す。しかしこれに対して私は呆れた声で返した。さっきから何を言ってるの？このマンションは最初から私の名義で借りてるんだけど、あなたの家じゃないわよ。え？ポカンとする顔をする稔に、この人ってここまでバカだったんだと思わず頭を抱えそうになる。あなたの稼ぎじゃここの家賃の支払いが難しいから、私が家主になって家賃を払っていたんだけど、そんなことも忘れたの？っていうか、あなたが家主だったら消息がない3年の間の家賃はどうしてたの？っていう話なんだけど。私の指摘に稔は途端にうろたえてしまった。いや、だって男は一家の大黒柱だし、家の名義は大黒柱である俺じゃないのか？頭が痛くなるから、これ以上謎の理論を振りかざすのはやめてくれるかしら。私の言葉が信じられないなら、マンションの大家さんにこの家の名義は誰ですかって聞いてみる？稔は反論の言葉が見つからず黙り込む。そんな稔を宗太郎は心底呆れた目で見ていた。3年間消息不明で突然帰ってくるって言うから、こっちは相当警戒してたんだけどな。そうね、心配して損だったわ。まさか私の元夫がここまでバカだとは思わなかった。浮気相手を捨てたって言ってたけど、本当は捨てられたんじゃない？それで行き場所がなくなってここに戻ってきたんだと思うわ。私は当てつっぽうで言ったのだが、これは図星だったらしい。うつむいていた稔の顔が一気に赤くなった。え？本当に捨てられたの？まあ、あなたの性格を考えれば当然のことか。そういえばさっき浮気相手にもっと稼げって言われたとか言ってたけど、駆け落ち先でろくな仕事に就けなかったのかしら。バカなことはしないでおとなしくここで暮らしていたら、少なくとも正社員という立場は守れていたのにね。稔がいなくなった後、私は念のため彼の会社へ連絡する。するとすでに稔が退職願いを出していたこと、会社側はこれを受理して解雇したことを教えてくれたのだ。稔は仕事ができる人ではなかった。彼の給料額の低さがそれを物語っている。だけど駆け落ちなんてバカなことはせずにおとなしく暮らしていたら、安定した給料をもらえる正社員のままでいられたはずだ。仕事はできないけれど解雇されるほどの無能ではない。しかし駆け落ち先では年齢的なハードルもあってか、就職活動がうまくいかなかったそうだ。稔はその時の勢いで人生の選択を誤ってしまった。今更それを後悔したところで何もかもが遅い。お前にそんなこと言われる筋合いはない。怒りと羞恥で顔を真っ赤にした稔がバンと机を叩いて立ち上がる。そんな稔の前に宗太郎が立ちふさがった。おっと、乱暴なことはするなよ。さやかのお腹の中の子供に悪影響だからな。彼女に手を出そうとした瞬間にお前をこの家から追い出してやる。今なんて言った？顔が真っ赤だった稔だが、今の一瞬で元の顔色に戻る。そんな稔に宗太郎は首をかしげながらこう繰り返した。彼女に手を出した瞬間、家から追い出してやるって言ったんだ。そこじゃない、さやかのお腹の中に子供がいるだと？ああ、そのことか。宗太郎が私の方を振り返る。私は宗太郎を見つめながら自分のお腹を優しく撫でた。ええ、宗太郎の言う通り、私のお腹には宗太郎との子供がいるわ。そう告げた瞬間、稔の顔色が青くなる。私の妊娠がそんなに衝撃的だったのか。お前、妊娠できない体のはずじゃ。産婦人科での検査結果は伝えているはずよ。私の体には何の問題もない。問題があったのはあなたの方じゃないの？あの時言えなかった言葉をようやく稔に言ってやることができた。しかし稔は顔面蒼白になりながら首を横に振って否定する。目の前の現実を認めたくないようで、何度も何度も首を横に振っていた。俺と浮気相手の間には子供がいた。俺は何の問題もない。こんなこと言いたくないんだけど、それ本当にあなたとの子供なのかしら？既婚者と浮気して駆け落ちするような常識のない女性だもの。他の男性とも関係を持っていて、お腹の子供があなたの子供じゃないと分かっていても、あなたとの子供だと平然と嘘をつく。私はそんなこと絶対にできないけど、あなたの浮気相手ならそのくらいのことは平気でできるんじゃない？私の言葉に稔はこれ以上ないほどうろたえる。平常心を失った稔を見て、もしかしたら彼自身も子供の父親が自分じゃないかもしれないという疑惑を持っていたのではと思った。嘘だ、そんなはずはない。あれは俺とあいつとの子供のはずだ。この3年間俺がずっと騙され続けていたなんて、そんなのありえない。稔はブツブツとつぶやきながら頭を抱える。ちょっと見ていてかわいそうな姿だと思ったけれど、こうなったのは彼の自業自得だ。同情の余地はない。さて、聞きたいことは大方聞けたわ。話も終わったし、この家から出て行ってちょうだい。あなたのお母さんはご存命で、まだあなたの実家に住んでるわよ。そちらの家に行ったらどう？稔が浮気相手と駆け落ちしたことを義母は知らなかった。彼は実の母親に何も言わずに自分勝手な行動に出たのだ。おかげで稔がいなくなった後はしばらくの間、義母の相手をするのが大変だった。あんたが不甲斐ない嫁だから稔がいなくなっちゃったのよ。責任取って慰謝料払いなさいよ。なんてとんでもない主張をしに我が家に何度もやってきたのだ。そのうち私が再婚して宗太郎と一緒に住み始めると、義母は体格のいい宗太郎にビビり、我が家に寄りつかなくなった。唯一の身内である息子もいなくなり、義母は現在一人寂しく暮らしているらしい。あなたが戻ってきたと分かったらお母さんも喜ぶんじゃないかしら。実際のところ喜ぶ可能性は低いと思う。義母は細々とした年金暮らしで、そこに駆け落ち先から帰ってきたばかりの無職の息子が転がり込んだところで生活の負担になるだけだ。稔もそのことをなんとなく分かっているようで、私の提案に目線をあちこちさまよわせる。そしてしばらく黙り込んでいたかと思うと、いきなりポロポロと涙をこぼし始めた。俺ずっとさやかが俺の帰りを待ってくれてると思ってたんだよ。泣きながら語った稔曰く、私は彼にベタ惚れだったから浮気されてもずっとこの家で帰りを待っていると思っていたらしい。そして駆け落ち先で浮気相手に捨てられたのは本当のことで、彼女は解消なしの稔を捨てて別の男のところへ行ったという。俺にはもうさやかしかいないんだ。頼む、俺とやり直してくれ。泣きじゃくりながら私にすがろうとしてきた稔を宗太郎が片手で止める。どけや、お前には関係ないだろ。これは俺とさやかの問題だ。いや、さやかは僕の奥さんなんだけど、関係ないと言ったらあんたの方こそ無関係の人間だろ。だってもうさやかとは離婚してるし、さやかはあんたのことなんて何とも思ってない。宗太郎の言葉に稔がぐっと喉を詰まらせる。私は宗太郎の体越しに稔を見ながらこう言った。宗太郎、それはちょっと違う。私、稔のことを何とも思ってないわけじゃないわ。さやか。稔が期待に満ちた顔になる。そんな稔を見ながら私は、このバカはとんでもないことをしておいて今さら何を期待しているのだろうと心底呆れてしまった。私、稔のことが心底嫌いよ。顔も見たくないし声も聞きたくない。この人と向き合っていると最悪な気分になる。それくらい彼のことが大嫌いなの。私の徹底的な拒絶の言葉に稔の顔が絶望に染まっていく。あなたとやり直すですって？冗談じゃないわ。絶対にお断りよ。たとえそうしないと地球が滅亡するとしても、私は絶対にあなたとなんて絶対やり直したくない。想像しただけで吐き気がするわ。というわけだから諦めてお家に帰りな。宗太郎が稔を片手で振り払うと、彼は力なくその場に座り込んだ。これ以上何も言い返す気力もないようで、黙ったまま大粒の涙をボロボロとこぼした。その後もしばらく稔が座り込んだままだったので、宗太郎が両腕で彼の体を持ち上げ、私たちの家の外に持って行ってくれた。普段は大きすぎる体がちょっと邪魔に感じることもあるけれど、こういう時に力持ちの夫は助かる。ついでに玄関先に置いてあったスーツケースも外に出す。稔は最後まで無抵抗で家の外まで連れて行かれた。おとなしく我が家から追い出された後は、義母が住む実家に戻ったらしい。しかし義母は今さら戻ってきてと稔に怒りをぶつける。実家以外行き場所がない稔は母親から憎まれながらも実家に住んでいるらしい。逆恨みした稔が私たちの家にやってくる心配もあったけれど、私たちはすでに一戸建てを購入していて、引っ越し作業の最中だったのだ。近いうちにマンションを引き払う予定だったが、稔のこともあり予定を繰り上げて新居へ引っ越し、荷造りは宗太郎が頑張ってくれたおかげでスムーズに進んだ。そしてマンションを引き払った直後、私たちの予想通り稔がやってきたが、もぬけの殻になっているのに気づいた稔は部屋の前で大暴れ。他のマンションの住人が警察に通報して連行されたそうだ。息子が警察に捕まったと知った義母は、なぜか私に助けを求める電話をかけてくる。お願い、警察署に行ってあの子を引き取ってくれない？これ以上私の手には負えないわ。いや、私あの人とは離婚して他人なんですけど、なんで私が引き取らないといけないんですか？でも元は夫婦だったんだし。なおも言い募る義母に私は冷たい声で言い返した。大金積まれたってお断りです。あなたの子供なんだから、あなたが責任取ってください。二度と私に関わらないでくれます？私、あなたのことが大嫌いなので、こうして話しているだけでもストレスなんですよ。そう言い捨てると、私は電話をすぐに切る。そして義母の連絡先を着信拒否にした。義母は仕方なく一人で警察署へ行き、稔を引き取ったそうだ。警察官にこってり絞られた稔はそれからはおとなしくなり、困窮する一方の生活を何とかするためにバイトを始めた。しかしまともなバイトにつけず、かなり苦労しているようだ。義母の年金で何とか暮らしているが、そんな生活は長続きしないだろう。稔に待っているのは暗い未来だけだ。一方、私と宗太郎は新しい家での生活を満喫している。お腹の子の成長も順調で、近いうちに元気な赤ちゃんと会えるだろう。赤ちゃんは僕に似てるといいな。あなたみたいに筋肉隆々になるの？そうなったらこの広い家が狭く感じるかもね。ま、さやかに似てても別にいいけどね。どっちに似てもこの世で一番可愛い子には間違いないしさ。私と宗太郎はそんな冗談を言い合いながら赤ちゃんと会える日を心待ちにしている。きっとこの先も宗太郎と一緒なら幸せな人生を歩めるだろう。そんな確信を胸に私は満面の笑顔を浮かべた。